今年30年を迎えた形になるんですけども、はい、時から一応気をつけてることっていうのがやっぱり、はい、おてなしもやっぱコース綺麗だねっていうのは、うん、あと食事が美味しいねっていうのは褒めていただいてるんで、社員も退職されたりとか、募集してもなかなか来ないっていうところ、じゃあどうやって補うのかっていうところですね。トライアルをしてもらえるっていうので、まあタイミング的にちょうどやってみて、まあ実際やってみないとわからないところっていうのはあると思うんですね。で、すぐ機械も用意できますっていうスピードの問題もあったので、ああ、じゃあお願いしますっていうことです。そのタイミングがすごい良かったっていうのがありますか？課題としては、はい、3年前のコロナから始まったんです、はい、やっぱりコロナということでソーシャルディスタンスということでちょっとテーブルの間隔を上げて、で今でもそのスタイルでちょっとやらせていただいて、やっぱりスタッフがこうワゴンをして、はい、端から端まで行くっていうその動力ですね、それが軽減できないかなと思いながら、ちょっとこの配膳ロボットの方のちょっと、はい、トライアルをさせてもらいました。ハーフターンが終わった時の絵の方でレストランで上がられて、はい、まあ、休憩、お食事をされて、うん、残り9ホールを回っていただくような感じになっております。はい。だいたい5名から6名で、土日、ピーク時をやっている状態ですね。はい。はい、うちはワゴンで、下膳配膳をするんですけど、はい、やっぱり下膳をして、パントリー、洗い場まで入っていく、距離がですね、結構長いんで、はい、そこをどうにか、ちょっと、効率よくできればなと思いまして、はい、やっぱり下膳をしてってお客様に呼ばれると、やっぱりテーブルは片付けられてないとか、はい、フロアに滞在時間が増やせるかどうかっていうところも課題ですね。はい、ワゴンで押している間っていうのはやっぱり他の業務ができないんで、ロボットが打てる動いてる間にお部屋を作ったりとか、伝票整理、あと他のお客さんのところに呼ばれたらちょっとお伺いしに行ったりということがちょっとできるようになりましたね。ミーティングっていうのがあるんですけど、そこにも配膳下膳にも使用したりですね、あとパーティー、人数の多いパーティーがある時の片付けなんかは何度もロボットが、洗い場まで、搬入してくれるので、その多い時では120名まあ、200名とかあるんですけど、まあ、そのテーブル片付けるのにやっぱりロボットを効率よく使いながら、1人で2往復するところをロボットを使えば1回で済むっていう形ですかね。で、片付けも1人で片付ける時もワゴンで行ったり来たりするのがロボットを使うことによって半分に減ったっていう形になります。滞在時間が増えることによって、やっぱりお客さんへの、まあ、やっぱり目配り、気配りがだいぶできるようになったのかなと思って、であとスタッフに余裕ができたかなと思いますね。運搬はロボットに任せて、はい、まあ、その分スタッフの労力を軽減して、はい、やっぱり人にしかできない上質な接客および、顧客満足の向上につなげていきたいなとは考えております。あ、今ね、インバウンドの海外からのお客さんというのはかなり増えてはいると思うんですけど、ハイテクばっかりじゃないんですよね。知識であったりとか、やっぱりそこの基本の部分っていうのはやっぱりそこは大事にしないといけない。その中で補える IT 系のものっていうのは導入していきたいなと思います。